東大寺山古墳は奈良県天理寺市の本町にある古墳。形状は前方後円墳。出土品は国宝に指定されている。古墳時代前期中央にあたる4世紀後半頃の築造とされ、副葬品の中には24文字を金造岩で表し、西暦184年から188年にあたる中平年間の記念名を持つ鉄塔がある。 天理市ワニから市の元にかけては、ワニ氏族の拠点であり、関連一族が築造したと推定される古墳が、平信との飛行差約70メートルの丘陵上に点在している。その一つが、本古墳である。この丘陵には、奈良県では最大規模の弥生後期の高地性集落遺跡がある。東西約四百メートル、南北三百メートルの範囲内に縦穴住居があって、 二重の空堀が巡り、空堀の構造は大阪府泉市の観音寺山遺跡に共通している。本古墳はこの高知聖集落と重複するようにして存在し、その遺跡の役割が終わって150から200年ほど後に築造されている。規模、形状は推定140メートルの前方公園墳で、墳丘には円筒波輪を巡らす。 築造時期は4世紀後半頃。公園部の埋葬施設の主体部は、墳丘主軸に並行する木管を覆った粘土角があり、長さ推定9.4メートルの及ぶ大規模なもので、主要部分は洞窟を受けていた。粘土角の東西に母校が掘られ、豊富な武器や武具が服装されていた。その東側の母校から、中平の年号を持つ刀が出土した。鉄塔二十本。 鉄拳9本などの武器類のほか、玉類、腕輪形積製品、活石製の壺などが出土している。中平名鉄塔を含む5本の装飾艦刀付きの鉄塔の艦刀は様々な衣装を表している。基本的には、洛郎の石岩里の古墳で出土しているような艦の中に山陽型を入れた山陽艦である。山陽艦の鉄塔は、 福岡市の若八万宮古墳から出土している。鉄塔の中には、家型の関東をつけた刀もあり、奈良県河合町のサミット宝塚古墳出土の、家屋文教の教配に表された家屋と形態が、類似している。金作名家軽食関東大東先端部に、中平名。東京国立博物館展示。刀身の胸の部分に十四文字を、金造岩で表した。 長さ110センチメートルの鉄塔一口が出土した。鉄塔の刀身の名文は、吉祥区を用い、中平五月日の絵馬作り作文刀百連、清志坊城を正しと記されていた。内容は、中平連五月日の絵馬の日、名文を入れた刀を作った。よく鍛えられた刀であるから、天井では、神の御意にかない、破会では顔を避けることができるという意味である。 中平とは、五漢の霊帝の年号で、184から189年を、指し、和国乱、和国大乱が集結した時期、2世紀の末である。中平明記念塔は、和国乱集結後、五漢王朝から歌手されたものであると考えられている。この鉄塔がいつどこで入手され、本古墳に服装されたのかはわからない。しかし、この地の人たちが、 中国の古刊と通行があったのではなかろうかと考えることができる。鉄塔につけられていた関東は取り分飾りであり、陶身は打ち反りしていて、日本の前期古墳に特有の自家刀とは違い、中平の年号が示すように中国製である。中国製の陶身に日本で改造し、日本式の関東を付したものと推定されている。 関外東側の被覆年度中から出土した刀、槍軍の一部りで、関東飾り部分と鉄塔本体部分は別々に作られたものである。関東部分は、青銅の鋳造品で、関東の外側に様々な装飾を施し、そのデザインは、自家古門を刻んだ缶の中に三葉分を置き、上端に花型飾りをつける。その横に、角形の突起を一体。 鳥型の飾りを一体付ける。このような飾りの関東大東が3点出土しており、そのうちの1点が中平鉄道である。漢方国時の国宝指定名称には、金属製品、石製品等の名細が記載されていないが、蘇る大和の王母東大寺山古墳と謎の鉄道マイナス、創立80周年記念特別展に蘇る大和の 応募東大寺山古墳と謎の鉄塔マイナスの出品目録によれば、東古墳出土の金属製品、石製品等には以下のものが含まれる。五感の年号 E 国宝、東大寺山古墳出土品、独立行政法人文化財研究所、奈良文化財研究所152ページ山と、東大寺山古墳出土品。 マイナス国指定文化財等データベース平成29年9月15日文部科学省国時代112号国宝重要文化財の指定についてありがとうございます。